何ちゅうこれ、サーモン、うん、炙ったサーモンやで。ああ、そう、置いた方がいい、うん、持ってた方がいい。はい、食べた。あ、食える？どうした方が良かったかな。よいよいよいよ。私ともね、極上の素材やで、あんた。混ぜ物、混ぜりつけなしのサーモンで、これ。もう、誕生日でもないのに、お前、こんなん食べれんねん。ほんちゃん。ほんちゃんが誕生日やのに。ほんちゃん、この間誕生日やったのに。魚食べたら、うんちめっちゃ臭なるよな。いらんの？食べ物やって分からへんのかな。食べたことないもんな。うん、チュールとかはめっちゃ美味しいのかも、そしたら。美味しい製法。なんちゃん食べへんのよ。ダメな。炙りサーモン嫌いな。みんな好きやねんで、多分。美味しいと思う。割とみ好きやで。なんでなんやろな。え、熱い。熱くない？うん。人肌より。人肌より冷めてる。うん。チャレンジする？なんで売ってるやつはさ、ハグハグハグってめっちゃ食いつきいいのに、うん、なんかこういうのをお裾分けしたらいつもさ、なかなか食べへんの、なんでなの。なんで触ったん？なんでなの？ポンちゃん食べてない。なんで触ったん？ポンちゃんはサーモン食べる。なあ、何時なあ、いらんの、いらんの。選手交代や。選手交代で、ちゃんと分かるところが面白いね。もんちゃん3枚で、お誕生日おめでとう。そう、ね、なんなんやろ、生臭いんかな。なんでなんやろ、もんちゃん。なんで食べへんのかな、うん、前もそうやったよ、マグロース裾分けした時も食べへんかったし。嫌いな、あんたら。なんなんやろ、チュールかけたら食べるから。本末転倒やな。チュールかけてみる。マグロのチュールかけてみる。チュールと何が違うんやろな。だってなんで食べへんやろ、いつもそうやん。ちょっといいチュールかけますよ、うん、チュールだけ舐めとったらショックやな、うん、これサーモンにマグロ味のチュールかけて全部入れていいかな。サーモンマグロ、サーモンマグロ、チラシ寿司やん、まるで。はい、どうぞ。はい、これ、はい、もんちゃん、ここにあるから、おごっそうが、はい、ここだって。でね、そってお前はあれやろ、サーモン空気ないな、お前。おい、なんでなんやろうな。あ、チュールだけ食べてるやん。サーモンも食べないよ。チュール欲しいんだよ。なんでなんやろな、何が違うんやろ。何がダメなん？だってチュールな、その公式の人がな、チュールに別に混ぜ物とか添加物とか香料入れてませんって言ってるのにさ、うん、チュールはめっちゃ食べる。なんでなんな、なんで。せっかく一手間かけて半生に焼いたのに。何じゃ、何時も選んの、もう。何時も選んの。何時乗せ、乗り、おいで。何時ほら、チュールあるで、ほら、おいで。おいで。さっきのやつやったらいらんわ。さっきのやつ。そのトッピングしてるやついらんわ。何時ほら、おいで。よいしょ。はい、チュールかかってんね、ほら。何時はチュールかけたらサーモンも食べるかもしれない。いやー、もうこれ見事にチュールしか食べへんパターンで。入って、パターン入ってる。サーモンもハグハグして、ほぐしたら食べるかな。なんであかんの、サーモンの匂いがきつすぎんのかな。チュールも食べてないやん、うん、絶対チュールは、ほんちゃんがチュール残してるってのは。せやんな、うん、生臭いんかな、なんなんやろ、なんでなんやろ。ほんまやろ、ほんまあれやぞ、自然やったら、野生やったら、野生でやっていかない。ちゃん食べて。
なんでなんやろな。食べそうで食べる。ペロペロしてるだけ。サーモン食べてます。食べてます。分かへんのか。チュールだけ舐めてるな。うん。美味しいね。食べてみる。なんでなんやろな。謎じゃない。なこあの大食館の何時まで、うん、ここに何でも食う何時か豆苗も食べるくせに、あかんねんな、食べ慣れてないかな、でもおんちゃん割とちっちゃい時今まで、あ、ちょっと食べた、美味しいやな、こうしてあげようかな、ちょっと食べ始めた、かわいい、おいしい、やっぱチュールの方がおいしい、インナバの方が好きか、すごいな、チュールって、なあ、なんでさ、食べへんの、ちょっと入っていい、うん、ほぐしたって、ガムガムしてごらん、美味しいね、何時、きっとうまいで、うん、いい匂い、サーモンでもいい匂いやけど、何時もいらんの、今あれか、逆貝原雄山みたいな、素材の味はいらんみたいな、まああれか、昆布ってさ、カリカリ肉としても食べへんかな、うん、でもさ、売ってるさ、カツオの一本とかをさ、食べるのは、うん、カツオやったら食べてるかな、